東方ジャリエル・ロドリゲス中日と契約更新へ。キューバ野球連盟 FCB は26日、ジャリエル・ロドリゲス投手が中日ドラゴンズと契約更新することを正式に発表した。今シーズンから落合英二投手コーチの推薦もあり中継ぎに配置転換。セットアッパーとして8回を任され、最終的にシーズン56試合に登板し6勝2敗39ホールドという成績を残した。阪神湯浅と並ぶリーグトップタイの45ホールドポイントを記録し中継ぎ転向1年目で最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。よかった。これは大きい。朗報やね。複数年だといいな。8回9回は安心やね。続報なかったからよかった。何年で何億やろ。2年4億とかちゃう。メジャー行ったら普通に契約もらえそうやけど残るんか。今行くなら亡命してからじゃないと無理だろ。大統領バイデンに代わっても対キューバ政策が緩んだわけではないからな。去就遅かったから心配やったわ。問題は契約年数よ。仕事納めでもええのに偉いよう働くな。これは居心地ドラゴンズ。ずっとドラゴンズで頼むわ。本当にロドマル全盛期のうちに打つ方なんとかして。